高橋宏投手、高橋宏投手もね中日の時は先発だけどもこのねリリーフっていうところで難しい状況だったと思うけども、まあ、韓国戦、オーストラリア戦、アメリカ戦投げて1ホールド、オーストラリア戦にね1失点っていうのはあるけどもね持ち前のねストレートフォークっていうところをね非常に投げ切ってね今日のアメリカ打線に対しても2安打打たれるけども2三振っていうところでね最後勝負強くね抑え切ったっていうところはさすがのねピッチングだったと思います。次回大会ね3年後2026年になりますけどもエース格でね来るんじゃないでしょうか。今回の経験を生かしてねさらに成長するね高橋投手のピッチング期待したいと思います。